リーの覇権を荒らす、会長ペレスが4年続投へ。レアルマドリードでは年齢と身体的な問題によりフロレンティーノペレスが引退するという話がバルデベバスで出ていた。しかし状況は改善し、彼は現在さらに4年間会長を務めるつもりだ。エルプレジデンテ、サッカー史上最も偉大なクラブ会長のご健康を祈ります。レアルマドリードの DNA とは一体何なのか。それはフロレンティーノペレス、あなた自身のことだ。彼が引退すればレアルマドリードは彼のような会長を得ることはできなくなるだろう。それほどの男だった。会長がここにいる限り何も心配することはない。マドリーで一番失ったらあかん人って間違いなくペレス会長よな。ほんまにそれですね。チーム内給与もインフレしてなさそうですし、選手の質も経営もピカイチですね。ラポルタとトレードしたら25-26ぐらいからバルサといい勝負になりそう。本当に死ぬほど優秀だと思うこの人。今までと瞬間的な強いクラブは多数あったけど、マドリーが常に強者でいられる他チームとの違いはオーナー。少なくとも26-27シーズンまでは会長やると思います。ラファエル・ナダルが後継と見られていて、ペレス氏の健康が続く限りは後見人として遠征をすると思いますので、実質的なペレス政権はその後もしばらく続くと期待します。ペレスが辞任したら後任はナダルかもう一人になるのかな。確か選挙権持ってるの3人しかいなかった気がする。お金の問題考えるとペレスしかできなそうだけど、ペレス後は本当に不安。同じようにうまくやれる人なんて思い浮かばない。選挙は必要ない。彼が会長でいい。